誰かいないか。開けろ。何の騒ぎです？今日は営業してませんよ。店主と話したい。ここにいるはずだ。ご主人様は今とてもお忙しいのです。忙しい？なぜだ？お客様をおもてなし中でして。では別の客が待っていると伝えろ。リビアのゲラルトだ。彼に会うまでは帰らない。わかりました。伝えましょう。お待ちを。シニルーベンが心よりお迎えします。私はハッペンです。浴場でお会いになられます。手前の更衣室で服を脱いでください。行こう。ここで服を脱いでください。装備品はお預かりします。ありがとうございます。シギルーベンは隣の部屋です。ねえ博士さん、素敵なお尻ね。言った通りね。触らないで。素敵。それで順に服を切り落として死体の尻に突っ込めて投げ捨てる。それから死体を送り返した方が大きいの。平和の人物馬みたいなの。素敵。落ち着け、クリーバー。コアソン・ジュニアはもう死んだも同然だ。書記官に通知書を送らせる。書記官はいないくせに。ジュニアを消すのは唯一全員が同意した時だけだ。ルーベン、客だぞ。なぜこいつを入れた？話したかったからだ。リビアのゲラルトだ。また会えて嬉しいよ。いつも通り仲間外れか。お前は何者だ？ここの主人に紹介してもらおう。ウィッチャーだ。フォルテストを狙い一度失敗しながらも暗殺した張本人だ。容疑だ。フォルテストを殺してはいない。久しぶりだな、ディクスラ。いや、今はルーベンか。最後に会った時はコテンパンにされて足首を砕かれた。今度は何をされることやら。侵入者だ。何者かが浴場に入り込んだ。一人じゃない。こいつは何を言ってるんだ。占い師かなんかか。殺し屋よ、やめて。ちくしょう、思った通りだ。隠してある武器はないか。少しだけな。こんな格好でする喧嘩は初めてだ。よくやった諸君。本当に申し訳ない。うちの警備の不手際だ。
必ず黒幕を突き止める。ホアソンの手下どもだ。わざわざ調べるまでもなかろう。おい、気をつけろ。客人の前だぞ。その話はやめろ。襲撃の直前にやってくるとは大した偶然だな。どうにも疑わしい。釈明の機会を与えてやろう。ご友人に紹介してくれないのか。ハッペンがいなくてよかった。こんな無礼をしたら尻を叩かれるところだ。フランシス・ベドランは知っているな。芸術をこよなく愛し、資産の乏しい起業家の支持者として有名な個人だ。そしてドワーフのカルロ・バリーズ、またの名をクリーバー、芸能関係者だ。ホアソン・ジュニアを探している。ほう、やつに何の用だ。人探しに力を借りたくてな。ホアソンは生涯を通して誰にも力を貸したことがない。丁重に頼むさ。どうだクリーバー、もしジュニアを下水呼ばわりせずに丁重に頼んでいれば今日現れたかもな。お前ら正気か。おしゃべりに興じてる場合じゃない。ホアソンは俺たちを狙ってる。やられる前にやるのが鉄則だ。お前らがここに座って湯に浸って屁をこいてあぶくを眺めてる間に、俺なら部下をホアソンの隠れ家へ送る。騒ぎを起こして奴をいぶり出してやる。そしてお前、ゲラトリックだかなんだか、ホアソンを見つけたいなら俺を見つけるんだな。ジュニアの居場所の手がかりは、どんな糸口でも助かる。シギ、試す価値はある。こいつは人探しが得意だ。それに秘密を守れる。では任せよう。明日会いに行くよフランシス。続きはそこで。さて、まずは服を着ないか。もちろん。それから話そう、二人でな。まったく、しょっちゅう入浴する原因を作った男に再会できて嬉しいとはな。それでお前が清潔になったなら足首を折った甲斐があったな。残念だが完治はしとらん。今じゃ1日に最低6回はお湯に浸からなきゃならない。そうしないと夜明けのボークレールの鐘みたいにガンガンうずく。そうせざるを得なかった。邪魔しなければ足は無事だったはずだ。ああ、もし過去に戻れたらサネットでは違うやり方をすると心に決めとる。手下にお前を拘束させるのではなく全力で殺させるとな。ルーベン、いや、ディクストラだったな。今日はお前のヨタ話に付き合う気分じゃない。具体的な要件で来てる。聞きたければ聞け、そうでなければまあ遠慮しないでここからすぐに追い出すがいい。構わんさ、話せ。クリーバーがホアソンを見つけるとどうだかな。だがそのためなら奴は町の半分をも焼き払う。時間の無駄だ、放っておけ。何か考えは。ジュニアが牛耳っている区域がある。そこを調べろ。だがこっそりとな。さっきみたいに裸で大立ち回りを演じる必要はない。お前とベドラムはジュニアとの戦いを望んでいないようだな。ビジミル王に幾度となく話したことを教えてやる。戦争は何も解決しない。次から次へと新たな問題を生み出すだけだ。しくじるな。ホアソンの裏に誰かがいる。正体が分かるまで奴を殺すなよ。仲間はお前の過去を知ってるのか。元レダニア諜報員のシギスムンド・ディクストラだと。クリーバー、ベドラム、そしてジュニアか。力を合わせて事前事業でもしていれば仲間と呼んでもよい。だが我々はお互いに過剰に干渉せず、たまに一緒に仕事をするだけだ。仲間ではない。俺の正体、ベドラムは当然知ってる。他の者はおそらく疑っている。だがその話をしないだけだ、必要がない。聞き込みをしてみるのも手だな。
いかに潜伏中といっても収益を回収するなら引きこもってはいられないはずだ。奴の稼ぎの柱はギャンブルだ。町最大の賭場を支配してる。昔大祭司ヘメルファルトが騒ぎを起こした。賭けで指輪を取られちまったのさ。さらに町の奥深くに闘技場がある。賭場並みの上がりを生む。常に屈強な男を募集してるぞ。フォアさんの家を調べてもいい。あそこにいるとは思わんが、まあ手がかりはあるかもな。ジュニアの賭場はどこだ？なんと英兵団の塔の近くだ。フォアソンは表向きは賭場と無関係だ。だから慎重に言葉を選べ、怪しまれないようにしろ。闘技場を当たってみよう。どこにある？ギルドルフ地下の下水道だが、ビッツを通っていかねばならない。貧困の悪臭に耐えてな。ジュニアは喧嘩が大好きだ。ウィッチャーの試合が見られるとなれば姿を現すかもしれん。フォアソンには家があると言ったな。どこだ？橋の向こう側、聖堂島の立派な家だ。いない方に下着をかけてもいいぞ。ジュニアはそこまでバカじゃない。賭場か闘技場にフォアソンがいないか確かめる。クリーバーとも話してみよう。好きにしろ。ただし慎重にな。奴は必ずフォアソンに報復するだろう。協力に感謝する、ディクストラ。いいから行け、ウィッチャー。もし見つけられなかったら会いに来い。あいつのことはよく知ってる。何か考えつくかもしれん。ラドビッドと連絡を取ってるの？冗談が好きだな。いや、彼とは連絡を取ってないし、むしろそのままでいたいと思ってる。フィリパ・エイルハートとの共謀をまだ根に持ってるのか？いいか、ゲラルト。ラドビッドの辞書に許すという文字はない。相手が女魔術師ならなおさらだ。フィリパ・エイルハートの情報は手に入ったか？上々だ。つまり？ラドビットがあの女の目をくり抜いてから跡形もなく消えた。今頃土の中で眠ってるだろう。仲間だと思っていたな。フィリパが俺に殺し屋を仕向けるまではな。優秀な諜報員から優秀な犯罪者へ、面白い転身だ。なぜだ？両者は極めて似てるぞ。両方とも情報提供者の網を維持し、交渉には厳しく、役人を買収する。たまに暗殺も。くだらん仕事だ。ただし、お前は理想のために仕事をしてた。それが今はどうだ？理想のためにあくせく働くのは十分だ。今は自分のために働いてる。そして順風満帆だ。グエントを知ってるか？政治に似てるが不正は少ない。この達人に挑戦してみるか？よし、やろう。Thank you.
悪くない。そのデッキにはエステラド視線が足りないようだ。ほら、やるよ。他にカードを持ってるやつを知らないが。そうだな、相手になりそうなエルフがいる。素晴らしいデッキを持ってるぞ。町の壁の外、スコイアテルのはぐれ者が住む貧民街に